テルです、えー。テルのビジネス大学へようこそ。今日はですね、若い人には新卒採用で大企業に入ろうよっていうのをお送りします。えー、まあね、あの、いろいろ起業をするとかね、副業をやるとか言ってますけど、まあ若い時に新卒で大企業に入れたらこれね、ラッキーっていうか、私の経験でもね、私は、 大企業に入り損ねましてねで留学大学に行って留学してで就職する時にやっぱりこの新卒採用しながって損したなと思いましたもうね私もほらずっと定年まで勤めてきたんですけどもまあね同じ会社にずっと50年なら50年ね え、5 0年じゃないか。40年か、勤めればね。それ最高ですよ。それが一番退職金もらえますしね。年金もだからたくさんもらえるし。これはね、私は混ぜりましたね。正直、まあね、いろいろ、新卒採用とか年功序列だとかね、これから人口が減って厳しいとか、いろいろ言ってますけどね。 まあやっぱり新卒でも売れ込むのが一番じゃないですか。で、なんで新卒の人がいいかというとね、あの、あれですよ。新鮮でね、いろんな余計な情報が入ってないんで、最後まで頑張る。ね、それであれするわけですあの、その会社に忠誠心がずっと残るっていうね、いうことだと思います。で、まあ大企業もそうですし、えー、公務員。 もういいと思いますね私はもうほら大卒で新卒で失敗しましてこれはね某有名不動産会社が落ちちゃいましてだから大学院でも、えー、プログラマーになろうかいろいろやってるうちに、えー、国際通信の会社も受けてこれ落ちちゃいまして国際通信の会社ね後で潰れたんですけどね 最終的になんかあのそこの人と出会っちゃったりしてねまあ面白い目にあったんですけどもでもその時ねあのあなたの大学はダメですなんて言われちゃったりしてね国立以外は受付けないみたいなねなんか大い会社で最後潰れちゃいましたけどまあそれはいいんですけどで MBA まで行っちゃいましてねで27歳ぐらい もうこれで就職できないと思って帰ってきましてで運よくね財閥系の不動産会社にこれ入れたんでこれ良かったんですけどということはね結局新卒で入れなかったらこの財閥系の子会社っていうのを狙いた方がいいとなと思いますね。でね当時の流行ではね不動産ってあの新築販売。 買い替えが売れないとね、新築が売れない。これ今でも同じなんですけど、でまだ中古、不動産流通が整備されてなかったんで、運が良かったんですね。それを、えっと、整備するのに、新人だけじゃなくて中東も取ろうということで、それで私取ってもらったんですね。まあ、留学で英語できたんで、将来ロサンゼルスの要因ということで、どうも採用されたような気もします。まあね、いろいろ張りましてね。 まあ幸運も重なったんですけどねただあの子会社ってあの悲哀がありましてね大手のデベロッパーの仕事はできないし親会社から来た人にまあある意味ペコペコしなきゃいかんとこれがなかなかね若い時のプライドがある人はダメですねで私はもう7年経ったところでえ証券会社に行ったんですけどこれはもうね最初から私えー まあ、あの親会社に、ね、行きたたかったそれから証券会社に行きたかったんですけど実はですね留学して帰ってきた時に、えー、中,中型の証券会社の、ね、に受けたんですよ営業営業だったらしくて私あのアナリストをやりたいって言ったら「あ,のあなた向いてません」って言われてダメだったんでね証券は一回行ってみたかったっていうのがあるんですけどもたまたま、まあ、MBA 留学したのと 外国人のねあの投資家の世話をするとそれから外国人のファンドのを担当にするみたいなねそういうことで採用されたようです。でね大企業の親会社は待遇いいですよもうねこの証券すごかったですよでブ,ラブランドがあるでしょ大企業の親会社って待遇がいいっていうのはこれブランドがあるわけですよね三井三菱住友 えー、安田瑞穂とか三菱いろいろありますよねで周りの人材が優秀でしょだからほらあの僕の人はいないわけでだから住宅手当がす,、ねね、すごいですね証券ではね10万円毎月これすごかったですそれヘッドハンティングの電話もかかってきますしねからね財閥系の商社もねのね子会社ねこれ まあ 40, 代なんか40代入ったところでほらレストランになっちゃったんでね外資系の証券でしょうがないんで探したらこれねえまあこれだったんですけども商社のえ財閥系でしたけども子会社の情報ネット会社に入れましたこれめちゃくちゃね運が良かったですで最先端のね携帯電話の営業とかケーブルテレビインターネット系とかねえネット通信系のお 事業に関われたんですけど、まあ、商社のブランドがあってね事業計画を作って、まあ、資金的にもね投資家も集められるし採用も有利ですし営業もめちゃめちゃ楽しいんですよね。でいがい者から来るすす当たり前ですけどねで採用でほら新聞とかビングとかチラシでね簡単に採用できるし設備投資もグループからねどんどんこの。 まあ携帯リースからコピーまでねもうこういう設備投資関係はもうグループ会社でまがないちゃうとから出資する企業もね多彩でねそこからの趣向が来てとかねはいで結局だからほら定年までの17年間過ごしちゃったわけですよで定年後もね勤めたかったんですけど大手通信会社にね売却されてまあ来た社長が厳しくてですねもう辞めちゃいました 会社を辞めた後が大変でねこれはねやっぱり無理してでもいればよかったなって後で後悔しましたけどえまあ独立するほどの勇気もお金もなかったんでねでねしかもね退職金がわずかでしたねこれいけませんね日本の仕組みって新卒から入って定年になるまでの最後の3年間。 ぐらいでっとこう指数的に退職金が上がって途中でやめると上げないよっていう仕組みなんですよ。だからあの何ていうのリストラを早期45歳早期退職制度優遇制度っていうのは割増金1000万とか2000万の退職金くれるわけですよ。で新卒まあこれ,これね今,今説明しましたけど。 だから新卒で就身雇用する人をここを逮捕するような仕組みなんでだから皆さんも学生の皆さんとか就活の皆さんはね是非ねあの大企業に新卒で入れるチャンスがあるならそれは取りに行った方がいいと思うんですね。で池谷さんとか堀エモ門とかねいろんなことにネット界隈の人に騙されちゃってね大企業辞めるとえらいことになりますよ。 まあ大企業に入りながら副業をやればいいんですけど、親会社はね、忙しくてそれどころじゃないですね。だから大財閥系の子会社ならこれは副業もできますよね。ほら、これね、65から70までは給料が下がってもね、派遣に行,く行ったり、ブログ、YouTube やったり、中小企業に勤めるより楽ちんだよということですね。でね、サラリーマンになったらね、 あの財閥の子会社でも結構ですけどこれねサラリーマンの優位性を利用してね副業をやりましょうえ不動産投資がね一番簡単それから証券投資ねからメルカリからアマゾン FBA の転売からこれはあの楽天経済圏を利用したね楽天セドリこれ YouTube で作りましたけどねこれいいと思いますそれで最後にいろいろやったノウハウをブログ YouTube にしたりメルマガにして えー、自分の商品を売ると。ね、だけど副業でやってたいいいと思います本業はね企業に所属して副業で生きるのが最適と。これがねあの家族も安心しますしね、えー、嫁さんいい嫁さんももらえますよ。からね中卒高卒中退フリーターならねもうこれね逆にこれにチャンスなんですよ。 展開力ないわけですから大企業にも入る道はなかなかないし、そしたらね、もうね、プログラミングやって起業するとかね、起業するのがいいですよ。あの、例えばえと残留物の撤去とか、リサイクル屋とかね、い,いろんなのはあのできますよね。だから体使って、あと社長になって、そういう若いの使って、リーダーになって起業すると。 で中小企業でもね、リーマンサ、サラリーマン、銀行から信用があるんで、あの、えぇ、ー、不動産投資できるんですけど、うっかり事業主になっちゃうとね、堀エモンとか池原さんとかね、学さんに言われて辞めちゃったりすると、これ、銀行金貸してくれなくなりますよ。で、ブログ、YouTube の事業主はね、あの、ご存知のように、急にバーンされちゃったりしてね、 売れるのは5%でしょ ?95% 失敗してまた派遣に戻るとで。派遣は私もやりましたけどね。うん、月収17万ですよね。ボーナスなし、交通費自腹。これじゃね、大変ですよ。だから企業からもらえる給与か年金で副業をやった方がいいと思います。これ安定が一番。ということでね。えー、今日は、若い人は、若い人にはじゃなくて、若い人はだね。 直しとかなきゃね。若い人は新卒採用で大企業に入ろうよというのを送り出しましたとねえー、テルのビジネス大学を終わりますチャンネル登録して、えー、君もビジネス大学に入学しましょうと以上です